皆さん、こんにちは。8月に結婚を発表したプロフィギュアスケーターの羽生結弦さん。お相手が明かされなかったことから、さまざまな憶測が飛び交い、羽生さんよりも注目を集めていましたが、羽生さんと母に見初められたのは8歳年上のバイオリニスト末延真由子さんであることが発覚し、すでに高級マンションでの新婚生活がスタートしていることも分かりました。フィギュア界のシンボルの新婚生活に世間が注目していたのもつかの間、すでに別居しているとの噂が広まっています。今回は羽生結弦さん、末延真由子さんの別居の真相について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。23年最強の開運日とも言われる8月4日、羽生結弦さんは突然結婚を発表しました。数字の1にこだわる羽生さんらしく、夜11時11分に自身の X、旧 Twitter で報告文が投稿されました。ただその中で結婚について触れているのはたった1行だけ、他はスケートについてと周囲への感謝を綴っているのみでした。ネット上ではスケートと結婚したとまで言われたほどで、あまりにベールに包まれた結婚発表にお相手は誰かの考察も白熱しました。かつてインタビューで好きなタイプを聞かれた際には、基本はスケートをやっている人がいい、性格はきつい感じの人などと答えていました。謎に包まれた羽生さんの妻でしたが、情報をもとに素性を調べた結果、山口県光市出身のバイオリニスト末延真由子さんだと判明しました。羽生さんは昨年3月、地元仙台市の緑豊かな地に立つ億ションの最上階を2部屋並びで購入しており、その新居で羽生さんは真由子さんと新婚生活をスタートさせていたのです。住人による目撃情報では、今年に入って羽生さん一家が引っ越してきて、一部屋には羽生さん夫妻、もう一部屋にはご両親が暮らしているそうで、周囲に対する警戒感は尋常ではなく、マンションですれ違う際も常にフードを目深にかぶり下を向いているそうで、絶対にバレたくないんだなと感じたそうです。真由子さんの父親は地元山口で有名な建設会社を経営していたが、10年ほど前に亡くなっています。実家は古くからの岸家の支援者で、後援会幹部を代々務めてこられたそう。また叔父は元テレビ朝日の政治部長で、今も情報番組のコメンテーターとしておなじみの末延義政氏、生前の安倍晋三氏と深い関係があったというのが自慢ですが、彼女を芸能プロに口利きして入れたのも末延氏だと言います。末延さんの母親に関する具体的な情報はありませんでしたが、母親はとてもスパルタだったとのこと。バイオリニストとして有名な方と一緒に演奏するなど、とてもとても高い評価を得ていますが、それは母親からのスパルタ指導のおかげだそうです。4歳からバイオリンを始めて、子供時代は1日8時間も練習したそうで、練習のスケジュールを母親に毎日提出し、しっかりチェックされる環境で育ったといいます。羽生さんも末延さんも共に厳しい関係で育っており、だからこそ羽生さんの練習の大事さも理解することができ、昨週からコンサート活動を控え、所属事務所を退社し SNS なども全て削除しています。今思えばその頃から具体的な結婚準備に急ピッチで入ったのでしょう。おしゃべり好きで交友関係も広く、裏表のない魅力的な人である末延さん、いざ演奏時になると鬼気迫る表情でバイオリンを奏で、衣装など美へのこだわりも強く、異性からのアプローチは絶えなかったそうです。30代も半ばになり、結婚出産のタイミングを意識した側面もあったのかもしれません。羽生選手の母親の指示によるものかは不明ですが、この徹底した隠れっぷりが姑の方針と一致していることは間違いないでしょう。この徹底ぶりが羽生さんの母とも良好な関係を築き、結婚を許されたのでしょう。フィギュアスケーターとバイオリニストの結婚は業界関係者の中でも合点がいくと言われており、フィギュアスケーターにとって音楽は重要なパートで、自分の演技をより高めてくれる音に出会えるかどうかはスケーター人生に大きく関わります。
中でもバイオリンの音色はフィギュアスケートと相性がいいのです。2019年には羽生さんもオリジンを演奏する末延さんと氷上での共演を果たしています。羽生さんと末延さんは優雅でどこか妖艶な雰囲気にあふれていました。非常に思い入れの強い曲での共演、しかも音に関して人一倍こだわりの強い羽生さんにとって末延さんはアーティストとして共鳴し合うところがあったのかもしれません。二人が共演した映像を見ると、それを機に惹かれ合ったのだと感じます。フィギュアスケーターとバイオリニストは相性のいい組み合わせで、今となってみれば羽生さんらしい結婚だと言われていました。羽生さんの思いは常に地元仙台と共にあります。それに寄り添える末延さんはぴったりのお相手だと言われていましたが、結婚発表以降、末延さんの姿は地元山口でも、羽生さんが暮らす宮城県仙台市でも見かけられており、すでに別居していると言われています。羽生さんと家族のつながりは強く、特に母は羽生さんのマネージャー的存在で、かつてはスケートの邪魔になるからと恋愛にストップをかけていたこともあるほどでした。結婚となれば相手が誰であろうとすんなりとはいかなかったでしょうし、当初母は結婚に難色を示したとも言われています。しかし末延さんは社長令嬢でありながら、メイクやミニスカートなどドギャルな装いで人前に出る時期もあり、芯もしっかり持っており、自分の意見をしっかりと伝えられる気の強さも併せ持っています。結婚に際して家族に認めてもらえるかが大きなハードルだったはずですが、いわゆるステージママとの付き合いは慣れたもので、末延さん自身がバイオリンに没頭した経験があるからこそ、ストイックに競技に打ち込む羽生選手の良き理解者となり、見事課題をクリアし羽生家の一人として守られる存在になれたのですが、一体なぜ結婚から約1ヶ月で別居することとなったのでしょうか。実のところ末延さんは現在は仙台とは別の場所に拠点を置いているようで、結婚してすぐですが別居スタイルのようです。世界で活躍する羽生さんだけに同居にはこだわらず、お互いが自由にできる微妙な関係を選んだようです。それでも家族のお墨付きもありますから、そう遠くない日に夫婦でお披露目ということもあるのではないかと言われています。現在スケジュールを抑え家庭に入っている末延さん、夫婦の氷上での共同作業が見れる日が来るのでしょうか。二人の幸せが末永く続くことを願います。いかがでしたでしょうか。今回は羽生結弦さんと末延真由子さんの別居の真相についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。